はい、こんにちは。こんにちは。で、今日はですね、菱倉さんに、施術を終えまして、患者様の声をいただけるそうなので、よろしくお願いします。お願いします。で、まずちょっと質問なんですけども、まず当院に来られる前は、どういった悩みがありましたか？肩がこう張って、固まっていたのと、はい、あと腰の痛みがやっぱりこう、はい、ずっとあるような感じでした。こっちなんか仕事柄ですかね、そういう痛みっていうのは。そうですね。今介護士の仕事をしていて、はい、今4年目なんですけど、はい、働き始めてからやっぱり夜勤とかやると、うん、結構こう痛みが出るように。はい。はい、じゃあその痛みに対して何か以前は何かされてました？どっかに病院とか行かれたりして。ね、本当に3ヶ月、6、うん、半年に1回とかでマッサージとかに行って、うん、こうほぐしてもらったりとかはしてました。うんうん、改善とかされました？どうでした？なんかその時はやっぱりこう楽になった感じはあるんですけど、うん、はい、数日経つとまたこう痛くなって固まってきているような感じはあります。はい、わ、はい、かりました。じゃあ当院のですね、施術受けてもらったんですけども、はい、問診やカウンセリング、また施術の方法とか他と比べてどうでしたか？はい、こういろいろこう相談にじっくり話を聞いてくださったので、うん、いろんな悩みとか普段の生活の具体的な場面とかも聞いてくださったので、はい、すごく話しやすかったです。ああ、そうですか。はい、じゃあ今その痛みとかどういう感じですかね？そうですね、だいぶ良くなりまして、はい、あ、そうですか。動きやすくなった感じがあります。はい、あ、分かりました、はい、ありがとうございます。はい、じゃあ最後にですね、まあ、テレビ、動画見てる方に対して、はい、腰痛に悩んでる方が結構いらっしゃると思うので、はい、まあ、その方に対して一言なんかアドバイスやメッセージをお願いできますか？はい、金子先生は本当にいろいろ相談にも乗ってくださるのと、あとこう実際に痛いところを、はい、こう肩とかを触らずに、違うところでこう、うん、何でしょう、原因を探す、はい、原因を探してくださったりして、はい、ちょっとそれもびっくりしたんですけど、はい、なのでちょっとぜひ皆さん金子先生に会いに来ていただきたいと思います。はい、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はありがとうございました。ありがとうございます。はい。